ゴーダウの果実、ゴーダウは、アブラナカゴーダウ属の植物。別名はルナリア、銀仙草、銀花草、越年生の植物である。一年生植物、ないし二年生植物で、出根草である。全体に荒い毛が生える。茎は直立で、高さは30から100センチメートルになる。日本では、東京都以南の団地で30センチメートル程度。 東北地方で60の90センチメートルになる。葉は卵型でシガエンとなり、下部の葉は長い柄を持つ。上部の葉は無柄で、両面に白い服毛が生える。五星養女を取る。花は4月から6月にかけて咲き、相乗果序となる。色は通常講子色であるが、白色、青色になる個体もある。花弁は4枚で1.5から2.5センチメートルで、 ある。夜間に方向がある。額は通常紫色を帯びる。果実は2から7センチメートルで、楕円型から円形をしている。扁平な果実であり、熟すと下皮が剥がれて、薄い内輪型の核壁だけが残る。未熟な果実の下皮に、脈はなく、中にある5から7個の種子が透けて見える。俗名のルナリアは、ラテン語で月を意味するルナに由来し、 果実の形を月に例えたものである。首相名のアンヌアは一年生であることを意味する。栽培品種としては、ルナリアと呼ばれることが多い。和名のゴーダ草は1901年にフランスから日本に本種の種子を持ち込んだ東京美術学校教授のゴーダ清に由来する。別名の銀銭草、銀貨層はどちらも果実の形にちなんでいる。銀銭草は果実が薄く。 銀色に輝いて見える様子を銀の奥義に見立てたことから銀河層は銀河を連想させることからの命名である。銀戦争銀河層の名の方が一般に浸透しているとする文献もある。金のなる木と俗称されることもある。原産地はヨーロッパでイタリアからバルカン半島に自生する。荒地や低木の多い土地、垣根沿いなどで見られる。日照時間が長く、 温暖で雨量の少なく乾燥した土壌を好む。1570年にイギリスに入り、オネスティの英名を与えられている。栽培種が野生化し、北、アメリカにも分布する。日本でも栽培種の一部が輸出し、気化植物として道端などに生育する。観賞用植物として栽培され、下段への植栽、切り花に利用される。本種は19世紀から果実を、 ドライフラワーとして利用され、独特の形状から愛好の対象となっている。果実のついた枝から花碑と種子を取って、半透明の角壁だけを残し、白く晒したものを、サラシルナリアと呼び、生け花火山やドライフラワーとして用いられる。これは、小岩草とも呼ばれるドライフラワーは、装飾に用いられる。不入りの葉の品種は、観葉植物に利用される。 1960年代の日本では、ドライフラワーはあまり利用されず、け花が中心であったが、アメリカ合衆国では、生花とドライフラワーが共に流通し、ドライフラワー専門店もあった。日本には、明治初期にトライし、干賞用に寒冷地、特に北海道から東北地方にかけて栽培される。体寒性には、優れる一方、夏季の高温多湿に弱く、 この季節の定食、移植は避けるべきである。発種は春、または秋に行い、発芽から8から12週間経過した株が、摂氏5度程度の低温にさらされる。すなわち春夏が開花の条件となる。そのため春夏を行わないと、春に発種しても開花しない。春夏を感知するのは一般に、植物の芽の長短部の分裂組織であるが、本種の場合は分裂中の柔ら組織でもよい。 また発芽から4から6週間の若い個体を低温に、さらしても反応はない。栽培には、害虫の赤アオ青虫やヨトウガに注意が必要である。ハーディネスゾーンは8から10。ありがとうございます。